で必ずこの根元を立たせるときには32ミリのコテでやってあげるとあのちゃんとしっかり入ってくれて立ち上がりもしっかりしてくれるのでおすすめです。こんにちは、大阪のトランクで働いている千秋です。今日はもう仕上がっているんですけど、この前髪の、 あの上げるやり方をやっていきたいと思います。まずここはもう巻いてるんですけど、ここを半分に取って、この一番上げたいところをこのキツズさんのカールアイロンでこのここに巻きつけます。でやや斜めに巻きつけてちょっと振ってあげて、でこんな感じで前髪を立たせます。でこの毛先は最初に巻いてあるんですけど、この立たせたここからまたちょっと巻きます。ここを巻きます。100均とかでも売ってるので、このシングルピンとかでこの立たせたいところを押さえます。でこの時に少し整えてスプレーをしていきます。でスプレーをした後にまたこんな感じで顔周りを整えます。その間にちょっと巻き足りないなっていうところとかを細く取って、巻いてあげたりとかしてこの周りを整えていきます。前髪をちょっと立ち上げることでお顔のラインがちょっと見えて明るく見えるので、まあ、顔の形とかにもよるんですけど、少し前髪の雰囲気を変えたいなっていう時はこのアレンジの仕方はすごくおすすめです。で必ずこの根元を立たせる時には32ミリのコテでやってあげるとあのちゃんとしっかり入ってくれて立ち上がりもしっかりしてくれるのでおすすめです。で固まってきたなと思ったら外します。